千葉県内を中心にラーメン屋さんを紹介しています。マーミンメン TV のマーミンです。今回はですね、 JR 総武線各駅停車の新ケミ川駅に来ています。ここから歩いて30秒ぐらいのところにある焼きあご煮干しラーメン花風さんに行ってみたいと思います。それでは早速行ってきマーミン。花風さんは2022年2月にオープンされたお店で、あの東京ラーメンオブザイヤー2023新店煮干し部門も受賞されているお店ということで、とってもとっても楽しみです。そしてもうお店に到着しました。こちらが焼きあご煮干しラーメン花風さんです。そしてですね、駅がもうすぐそこなので、もう本当に超駅前です。早速中に入ってみたいと思います。店内へ入ると L 字型のカウンター席が全部で11席、右手側に券売機があります。メニューは塩ラーメンと濃厚ラーメン、そして醤油ラーメンがありました。バラチャーシューとロース、はい、いただきマーミン。スープからいただいていきたいと思います。動物系の甘みが最初に来たかなと思った瞬間、煮干しのいい香りがブワーッと押し寄せてきました。めっちゃ美味しい。では麺もいただいていきたいと思います。めっちゃ美味しいんです。本当に。いきます。チャーシューだ。つやつや。麺がちょっと平打ちの、これ手揉みですか？ちょっとはい。手揉み。すすり上げた時、プルプルのこのトゥルンって感じで入ってくるんですけど、噛むともちもち感がたまりません。美味しい。麺めっちゃ合いますね、スープと。美味しいです。めちゃくちゃ噛むとやわやわってなっていくんですけど、ぎゅっしり感っていうんですかね、ちゃんとしたお肉感があって、またこの火の入りが絶妙です。僕一口で食べるとなかなかいないですよね。そうですよね。私あのお肉頬張りたい派で、もう何でも一口でいきたいんですよ。ちょっとじゃあバラチャーシューも、うわでっか、半分以上埋まってました。めっちゃ大きいです。いただきます。ちょっとちゃんと味わいます。
うん、うん、脂はとろけます。またこっちも柔らかいですね。なんかいいんですか、こんなお肉ばっかりいただいちゃってってぐらい。ラーメンなのになんかもうお肉食べに来た感すごいです。芳醇な油のなんか上品な甘さがめちゃくちゃいいです。縮れてるっていうんですかね、うねりがあるのでスープめちゃくちゃたっぷり持ち上げてきてくれます。やわらかい。なんか結構甘みがあります。これは三温糖につけて。三温糖、あ、そうなんですね。それで甘くして。へえ。私が好きなの。あ、そうなんですね。なんかこの甘めのスープと相性抜群ですね。美味しい、うまみです。スープは鶏、げんこつとか鶏とかですよね、はいはい、他にない感じですよね。甘みがあって、でも煮干しがすごくちゃんと香ってくるっていうのが、なんか千葉で他に、本当ここでしか食べれないラーメンですね。なかなか千葉に珍しいラーメンだなと思って勝負しました。味たマーミンをいただいていきたいと思います。じゃじゃーん、張りがありますね。じゃーん、白身は張りがあるんですけど、じゃじゃーん、黄身めっちゃとろっとろ。いただきマーミン。なかなか出会えないレベルの柔らかさです。そしてトロトロプルプルでめちゃめちゃやわみんです。あれでもお願いします。はい、わかりました。失礼いたします。忘れてました、危なかった。はい、お待たせいたしました、あれ玉でございます。ありがとうございます。ちょっと混ぜてください。はい、熱々ですね。はい、あえ玉って替え玉と違って麺自体にこうタレがかかってたり魚粉がかかってたり具材があったりするので、まずはそのままいただいていきたいと思います。下にタレが入ってるので、どうだろう、いいかな。はい、チャーシューと玉ねぎ、これタレの方にも煮干し入ってます。魚粉が、はい、あ、油使ってるんで。あ、そうなんですね。なんかすごい、なんかめちゃくちゃ煮干しの香りが立ってて、うまみんです。私だったら塩コショウ。コショウ、はい。ちょっとにした方がいいかもしれない。ちょっとですね。わかりました。やりすぎないよ。元好みなんで。こんなもんかな。で、コショウも。あ、このぐらいなら。これぐらい全然。大丈夫ですか？よかった。よかった。今一番私のお気に入りは、はい。なくなっちゃったんですけど、卵を残しておいて、割って食べると。ここで食べた。そうなんですよ。ちょっと味玉追加でも。やってみましょう。ありがとうございます。せっかくなので。わあ、いいこと聞きました。いただきます。嬉しい。うわ、待って、お箸で持ったら崩れそうなぐらい。やわやわ。ここで行きたいと思います。えい、待って、行こうかな。えい、あ、
と一緒に、もうこれ美味しい、いきます。でも胡椒の香りと卵の濃厚なコクが合わさって美味しい。これは美味しい。合いますね。合いますね。うわ、いいことを教わりました。お酢もいい仕事しますね。そうですね。すごい。これはちょっともうこれだけで一つのメニューとして出せるぐらいうまみです。なくなっちゃうので、そろそろスープにダイブさせていきたいと思います。この麺も結構パツパツしてて食感いいですね。もちろんめちゃくちゃ合います。めちゃくちゃ嬉しいです。皆さん来たらぜひ見てみてください。